会場臨時滑走路2016年レッドブルエアレースワールドシリーズ千葉会場2016年レッドブルエアレースワールドシリーズ千葉では通算11シーズン目となるレッドブルエアレースワールドシリーズのうち2016年6月4日5日に日本の千葉県千葉市幕張海浜公園で行われた2016年シーズン第3戦についてもべる 千葉線は今シーズンで唯一の海水域の海上レーストラックで行われる。2015年12月16日、2016年シーズンの開催地8都市が発表され、2015年シーズンに引き続き日本での開催が決定した。当初、開催地及び時期は未定だったが、2016年1月27日に昨シーズンと同じく、 千葉県の幕張海浜公園で行われることが発表された。入場者数は2日間合計で12万人。昨シーズン8 0中表彰台を逃したのは一度のみのマットホールは今シーズンは背中を痛めた影響で思うような結果を残せていないが、レッドブルエアレース専属の理学療法士の治療を受けたほか、地元で背中の強化に取り組み合間に 航空省への出演も果たし、順調な回復ぶりを見せた。開幕戦の結果は11位と振るわなかったものの、第2戦で2014年シーズン以来となる表彰台に達したナイジェルラムは、千葉でも上位争いに食い込むと闘志を見せた。唯一の日本人パイロット、室谷義秀は、昨シーズンの千葉戦で、ラウンドオブ14で、トラックレコードとなる50.779秒を、 記録したが、ラウンドオブ8でオーバー G で敗退。今シーズンも2戦連続で、オーバー G で、DNF で敗退しており、3戦連続の DNF を避けるべく調整に励んだ。シュピールベルクで予選1位となり、初の表彰台が期待されながら気負いすぎて、ラウンドオブ14でオーバー G により敗退した、フアンベラルでは、千葉も含めた、 今後のレースで安定した結果を出し、シュピールベルクの水を挽回すべく、チームで敗因を研究した。本戦では、ナショナルパートナーとして、室屋のスポンサーでもあるレクサスが、オフィシャルカーを提供したほか、スタッフの移動手段として、小型の電気自動車が利用されている。またエアレース史上初となる、総勢18名のレースクイーンが発足した。イメージガールは、以下の通り。 6月4日午前から吹き始めた風は午後には白波が立つほど強くなり2.5メートルの高波と風速19メートルの強風の影響で安全が保てないと判断され午後に予定されていた予選はチャレンジャークラスマスタークラスともに中止となったラウンドオブ14の組み合わせは第2戦終了時点のポイントランキングで決められた エクストラ 330LX 幕張海浜公園の観戦エリア、座席は以下の種類が用意される。価格は税込み。前年よりもチケット代が高額になり、室谷義秀応援シート等を発売されなかった、剣士もあった。中止時の払い戻しについては、2日券は2日とも、中止になった場合のみ払い戻し、土日のどちらかが中止になった場合は一部払い戻しも、 含めて実施しない。一日券は土日のどちらかが中止になった場合は該当する曜日のチケットを払い戻す。入場時にチケットとリストバンドを交換する。二日券の場合は両日とも同じリストバンドを使用する。再入場も可能。幕張海浜公園へのアクセスはプレミアムスカイラウンジ、スカイラウンジ、クラブラウンジ購入者で駐車券を持っている観客を除き、 自家用車の駐車場は用意されないので公共交通機関のみ。また、浦安市総合公園では浦安市民を対象としたパブリックビューイングが行われた。ありがとうございます。